坂月川は距離 3.3km で平均高低差 1km で 27m の落差を持つ川です。3年で3回行きましたが、トラブルも多くなかなか動画作るに至りませんでした。渓谷、ログホールなどハプニングを誘発またはハプニング後に障害となる地形もあり、かなり注意が必要です。今回3年分を順次公開します。トラブルに注意を払いご利用ください。できるだけガイドを依頼するか、経験者と同行をお願いします。レスキューエキプメントとレスキューの準備を忘れずに。他にも動画あります。ぜひご覧ください。
ホワイトウォーターカヤック、プチマメ。滝落ちに行くと飛び出すことばかり気になりますが、実際は落ちた後の処理が重要です。水の流れる向きをよく観察、アウトフローを探します。ピローのようなボイル、ピローとアウトフローが同じ向きで比較的安全に滝から出ている。着水点からもしっかりアウトフローがある。ピローからの流れで戻してもらえます。比較的安全ですが、ダメなところあります。着水点ダメなのがこちら。ピローに押されてエディになっている。ここに落ちるとエディから滝壺アウトフローで出てくる。水が増えると戻る面が大きくなる。水量によっては難しいレスキューが必要な流れです。滝落ちでは落ちた後のフローの方向に細心の注意が必要です。くれぐれも遠底のアウトフローがないやつで練習しないように。ホワイトウォーターカヤック、プチマメ。このチャンネルではパドルスポーツをいろいろ紹介してます。続きが見たいと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。